以前もご紹介いたしましたが、この雲元から山を下って一駅目にありますこのウェングワルド駅ですね。ウェングワルド駅の電車の止め方をご紹介いたします。こちらですね、去年新しくなりましたこのウェングワルド駅の電車止め板ですね。なんと液晶で時刻表までついております。アウフベルランゲンストップオンリクエスト、リクエストによって止まる駅だということです。そして行き先はクライネシャイデックで、プラス4分遅れているということですね。次の目的地は10時16分のウェンゲン駅です。まあ、このビアっていうのは、方面ということですね。行く方面です。時刻がただいま10時17分25秒を指しました。下のですね、下の方にボタンが1,2,3,4,4 つありまして、クライネシャイデック行きに乗りたいときはこちらのボタン、ラウターブルネ行きに乗りたいときはこちらのボタンということで、今日はこの山からずっとウェンゲンを通り越しまして、あの見えてますあの白い山の方面ですね、あちらの方クライネシャイデックまで登りますので、それではクライネシャイデック行きのボタンを押します。行きます。ご覧のように緑色に点滅いたします。これで電車が止まってくれます。オンデマンドステーション。2014年はですね、この場所に電車を止めるためのボタンのついた機械がありました。もう今見る影もございません。で、あのもしずっと山を下ってラウターブルネンまで行った場合はもちろんこちらを押します。まあ、同時にも押せるみたいですけど、今日はもうクライネシャイデックだけ押したいと思います。はい、これはリザーブ車です。クランシャイデック？No? Sorry? クランシャイデック you go to クランシャイデックの、yeah. あ、ラタブルネン Yes. あ、OK. By train? No. あ、No. あ、いや、on foot. Yes. というわけで、今行ったのが、リザーブ車ですね。まあ、あれはあのこの駅には止まりませんので、あ、これですね、ビアウェンゲンとなってます。さあ止まってくれるでしょうか。車掌さんがねどっかにいるんで、あ、ここですね。あ、違うか、オランダ車掌。というわけで無事電車に乗ることができました。あとはあの車掌さんにこのカードを見せれば OK するわけです。それではいざウェンゲンへ。ウェングワルド駅の降り方をご覧いただきます。やり方至って簡単なんですけど、ここのボタンを押すだけですね。これでウェングワルド駅に降りることができます。ちなみにあの電光掲示板にストップの文字が入ります。このボタンを押すとストップの文字が入ります。逆にこのボタンを押さなければ、乗り込んでくるお客さんがいない場合はもうそのまま素通りしてしまいます。夜中なんかは結構素通りすることが多いです。僕一人だけでしたね。というわけで無事ウェングワルド駅到着いたしました。いかがでしたでしょうか。まあ、スイスのこのウェンゲンアルプバーンはですね、このようなオンデマンドステーション、降りる人乗りる人がいなければそのまま通過するというようないくつかございますので、皆様、まあ、そのような駅をご利用の場合は今回のような止め方、そして降り方をしていただければなと思います。バンマテッペでした。スイスはウェンゲンでございます。 JOBBB ラジオ、チャンネル登録もよろしくお願いします。にかママも行ったって、向こう行った行った。ひらりちゃんちょっと遊びに行こうか。うん、すげえ、こんな人多いの初めてやわ、今年。そらみんな今日登るわな、今日登らせていつ登るか。というわけで、7月の今日は30日土曜日の今10時56分ぐらいかな。2061メーター、クライネシャイデック駅到着いたしました。ゆいと。